んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、物臭な自分をやめて幸運になるです。あなたはいつもきちんとしていますか？働きに行っていないからとか、誰にも会わないからとか言ってだらしない格好をしていませんか？いつもは通勤する人も、最近はテレワークが多いからと化粧もしないでパジャマでいる人もいるみたいですよ。恐ろしいですね。一見何の影響もなさそうなんですが、実はこれは早く老ける思考です。また豊かにもなれません。きちんとメイクしたり水黒いしたりするのは、自分のエネルギーを高め自分を豊かにするコツです。でも感情脳は物臭ですので、誰も見ていないからいいじゃない、何の影響もないって思っているんですよね。でも本当はすごくもったいないことなんですよ。では今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつもちっともきれいにしていないよね。服もだらしないし、髪はボサボサ、メイクもしない。テレワークをいいことに、時にはパジャマを着て過ごしていたりするよね。本当に物臭だね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそんな風にだらしがないから、エネルギーがどんどん下がってしまうんだよ。あなたはだらしなさがどんなにエネルギーを失うことになるか、まだ知らないんだね。あなたがだらしないときには、あなたの心の中ではこんなことを言っているよ。誰も私を見ないで、誰も来ないで、誰も私に期待しないで、誰も私に注目しないで。そう言っているのと同じなんだよ。こんな考えをしているから、そのうちにあなたは誰からも必要とされなくなっていくよ。こうやってエネルギーが落ちていくんだよ。つまり運が悪くなるんだよ。そして老化が早くなるんだよ。反対に、いつもきれいにしていて誰も見ていなくても、いつ呼び出されてもいいくらいに身支度をきちんとしていたら、あなたはどんどん運が良くなるよ。心の中では、見て見て、いつでも私を呼んで、いつでも頼りにして、いつでも私は役に立つわと言っているのと同じだからね。いつも緊張感があるから、肌にも張りがあって、いつまでも若くいられるんだよ。だからいつもきちんとしていなさい。いつでも出動できるくらい整えていなさい。緊張感をかっこいいと思いなさい。すると、あなたの体の中の細胞も生き生きとして張りが出て若返るんだよ。運も良くなるね。その方がいいよね。大人の自分はあなたが大好きだから、幸運になってほしいんだよ。だから物臭はやめてきちんとしていなさい。